もう26時間もやったのか。そしてこの悪夢の始まりというこのサブタイトル、まんざら偽りでもなかったな。まんざら偽りでもねえな。おお、もうなんかこうのんきに話してる雰囲気じゃなくなってきたな。のんきにいなり寿司食ってた頃にはもう戻れねえかもしれないと思う。いなり寿司が大好きやったやつもいなくなっちゃったし。しかし俺は止まるわけにはいかねえ。この世界を平和にするまで。なんだ、異変が。町の住人もだいぶ動揺しているな。無理もありませんわ。これは普通だよな。あんな空中都市を見せつけられ攻撃までされたとあっては。攻撃されたのかな。やっぱりなんか被害があったようには見えないか。被害があったようには見えないか。これは一体何事だ。ドライデン、お前もう知ってか、なんだよ七将軍って。もう消えろよ。あれだけ期待させておいて、期待させるようなこと言うな。夢を見させるようなこと言うな。何がインターハイだ、ドライデン。巨大な建造物が空に浮かんでいるなんて。マッド感、マッド感出してきたな、レイノルズ。それにあの強烈な光、なんてとてつもない技術力だ。マッドサイエンティスト感を前面に押し出してきたぞい。おめえ自分の国がやられたってのに、なんでそんなはしゃいでるんだ。何を言ってるんです。これは科学者として大発見なんですよ。無差別地殻破砕兵器ベルクラント。急に出てきたクレメンテ。おはようクレメンテ。それがダイクロフトから放たれた光の正体じゃ。急に話し出した。でも聞こえねえだ。地上の破壊を目的とする。いきなりそっぽ向かれたみたいになってる。後ろからしたら、あの空中都市は天地戦争で使われたと言っていたようだな。天地戦争って。あなたたちには本当のことを話すしかないわ。あとワイト、本当のことを話してくれ。今から千年前、人類すべてを巻き込む大戦争があった。何？千年前って、ザー、どのぐらい？鎌倉時代。戦ったのは、わしらの属する地上軍。地上軍。空中都市を要する天上軍じゃ。天上軍。地上軍、ソーディアンは地上軍だもんね。それで天地戦争、ただの伝説ではなかったのですね。その天地戦争で大きな役割を果たしたのが神の目。またしても神の目か。とんでもねえな神の目。世界をとてつもない最悪に巻き込んだ元凶だったのだ。黙っていたことはすまなく思う。変やで。じゃがわしらは天地戦争の記憶を人類の歴史から抹消したかったのじゃ。なぜだ。再び同じ過ちが繰り返されることのないようにね。あ、なるほどね。歴史を伝えるとかじゃなくても、その神の目があったということ自体をもう隠しといてってことね。だが結果的に空中都市は復活してしまった。地上世界の旅。何？我々の力ご覧いただけたかね。上に上に十五名。何を語るつもりじゃ。君たちの頭上に見えるなんとなく何話すか分かる。天地戦争時代の空中、今から一つ町を見せしめに破壊する。千年にわたる長き眠りからこの度我々が蘇らせた。やるわ。見せしめに壊すつもりじゃねえだろうな町を。何のために。一人しか。無論天上世界の栄光を再びこの世にもたらすためだ。新たなる天地戦争がたった今幕を開けたのだ。戦争するつもりなんだあなたは。挨拶代わりにセインガルドにはああやっぱりベルクラントの一撃を見舞ってやった。一撃あったっけ。我々の力だ。そうどこも壊れてねえけど。圧倒的な、まさに神と呼ぶしかない究極の力。どこも壊れてねえけどな。かつてこの世界にはいくつもの空中都市が栄華を誇っていた。だが
先の天地戦争を経て全ての空中都市が闇に葬られることとなった。たくさんあったんだね。セーブポイント、それは人類にとって致命的な誤りだったと言っておく。セーブポイントがあるぞ。地上世界の民よ、自分たちのいる今の世界を見てみるがいい、はい。技術力は千年前に遠く及ばず、争いや貧困が後を絶たない野蛮な世界。プレステ4とかあるぞ。まあ、この時はプレステ2しかないけど、パソコンもあるし。はっきり言おう、人類はこの千年間というものまるで進歩しなかった。ヒューは天井人の生き残りなのか。君たちに任せていては人類の真の発展は望めないままだ。オベロン社の幹部自体が天井人の生き残りみたいな感じだったのかな。そこで我々は真に優秀な選ばれし者による新たな世界を作ることにした、はい。千年前に果たせなかった計画を今度こそ実現するのだ。具体的に何をするの、お前は。我々は一切容赦しない、一切の例外を認めない。虫けらのように地べたを這うしか能のない地上世界の民を許さない。地上世界のすべてを暗黒の中に閉じ込めてやる。期待に打ち震えて待つがいい。いい笑い声だ。いいゲラだな。おのれヒューロー、天上界の王を気取るつもりか。こいつは天上人なのかな、ヒューゴ自身。話している口ぶりがまるであの男のようじゃない。ムスカ。まるでムスカだ。これからどうすればいいのだ。飛行竜を用いてもあの空中都市に到達できなかったとなると、私たちに対抗する術は残されていないのでしょうか。どうすればいいんだ、レイノル。いや、まだだ。このままやられっぱなしでいられるか。策でもあるのか、お前は。飛行竜を壊しておいて。聞こえるか、ヒューゴー。誰がお前の好きにさせるか、誰がお前の思い通りにさせるか。絶対に報いを受けさせてやる。リオンの仇は絶対に取ってやる。分かったか、覚えてろヒューゴー。性格変わっちゃったな、スタン。とりあえずお茶を飲め。お茶とあと甘いもの。スタン、カロリー使いすぎじゃない。若きマスターよ。へっ、よく言った。よく言ったって何？誰？え、また新たな装備。今度誰とも違う声だったよな。まさか。え、これはエウドラの。そんな、ありえないわ。しかしこの口ぶりは紛れもなく。イクティノスか。やべ、くしゃくしゃくしゃ。ソーディアンチームの諸君、承知している場合ではないと。ちょっとくしゃみしてました。まだ我々には可能性が残されている。リトラ。リトラってだって誰？イクティノスじゃねえのかよ。いや、イクティノスはどこ行ったんだよ。誰だ？誰でマスター？メルクリウス・リトラ。メルクリウス・リトラ。かつて地上軍総司令として我らを率いていた人物だ。有事の際に備え、私も自分の人格をコアクリスタルに停車しておいたのだ。声はどこから？そう、どこからだ。わしに組み込まれている通信機能が使われておるのじゃよ。今私はラディスローの中枢部にいる。ああ、そこ。それより早速作戦会議を執り行う。こんなところで。とりあえず張りませんか、右のイタリアンカフェに。ソーディアンチームの面々は急ぎラディスローへ集合せよ。集合せよ。千年ぶりの召集命令か。千年ぶりの召集命令か。血がたぎるな、リトラ。きっとなんとかなるんだな。俺たちはまだなんとかできるんだな。まだいけるぞ。その通りだ、スタンエルラ。どんな状況下でも臆することなく、あらゆる手段を使い任務を成し遂げる。それがソーディアンチームだ。おお、俺もソーディアンチームなのか。よし、わかった。みんなすぐに向かおう。すでにカイリューを迎えにやっている。はい、外へ出てみたまえ。本当ですか。ラディスローは会場へ移動させた。
到着を待っている。じゃあ上のオーキド博士も来てくれ。ドライデンは来なくていいぞ。死将軍はいらない。将軍閣下、私も彼らと行動を共にして情報収集に努めたいと思うのですが。いいだろう、任せる。よし、俺の言った通りになった。ドゥ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 その移動はどうやって一瞬でワープする。スピードって何、勝手に動いていく。おお、ラディスロー。ここがラディスローか。ここがラディスローや。私がいるのは奥の中枢部だ。そのまま進んでくれたまえ。ここから歩きで行くんかい。自分でワープできる。奥の中枢部へ行こう。リトラーに会わなければ。リトラーってどんな人行けばわかるもの、行けばわかるものをここで言うっていうね、まあ、妄想を膨らませたいんだ。これから会いに行くリトラーってどんなやつなんだ。やつ、豊富な知識と確かな判断能力、抜群の指導力を持った人物だ。ディムロスもそうだ。そう聞くと完璧な人ですね。ディムロスが、じゃあ地上軍の面々はくせ者揃いじゃからの、よほどのものでないと指令は務まらんよ。頼もしいな、早く会いに行こう。いやいや、もう今までここにいるソーディアンで十分もうブレインとしてはブレイン首脳陣飽和してるけども、さらにすごいのか。残された人々1シリーズ。リオン君があんなことになるとは。リオンさん、マリアンさんって人のこと、残念でしたね。本当に大切に思ってたんですね。そんなリオンさんの気持ちにつけ込むなんてひどすぎます。どちょぎまち。動揺するなと言っても無理か。無理か。こんな時こそ年長者たる私がしっかりしなければ。ウトロさん、おいくつですか。ちなみに20代じゃないですよ。おお、コング。リオンは命を懸けて罪を償った。だから俺様はあいつを責めたりしねえぞ。さすが。私は許さない。リオンのやったことは最低だ。自分で死んだっていうことね。ずいぶん厳しいじゃねえか。私たちを最後に助けてくれたのは事実だし感謝もするが、あんな形で別れるのは反則だ。確かにそうだ。残された者の気持ちはどうしてくれる。このままではルーティがあまりに熱い女だ。ルーティさんがどうかしたんですか。あ、いや、なんでもない。どうかしたって言ったじゃん。お前いたじゃん、あの場に。あの場にいたじゃないですか。シャルティエがついていながら激怒。なぜこんなことになってしまったのだ。激怒。彼はソーディアンとしての使命よりリオンのパートナーたることを選んだのね、うん。あまりに人間臭い行動じゃ。愚かなことをと切り捨てるのは簡単じゃが、首脳陣だな。そうはできない何かを感じますね。今回の件はソーディアンの本質的な問題をはらんでいる気がします。私たちは人間なのかそうでないのか。あのバカが不敬不敬ぞこの会話。これを束ねるってどんなだよ。もはやここって前にクレメンテが置いてあった部屋じゃないか。その通りじゃ。誰誰。よく来た、ソーディアンチームの職。お前は実体化してる。ファンアートが実体化した。長き年月を経てこうして再び皆と集えたことを頼もしく思う。他のファンアートも実体化させてやってくれ。あれがリトラ。展示会を。立体映像だ。新たにマスターとなった諸君にはまだわからないこともたくさんあろう。それらの疑問に答えつつ今後の対応策を決定したいと思う。ならば早速尋ねたいことがある。お、ウドロ君どうぞ。ヒューゴは具体的に何をしようとしているのか。おお、いい質問だ。外郭大地の形成。外郭大地の形成。ああれか、何やってんだと思ったけど、多分もう一個大地を作って。でもできたじゃん、あれじゃないの。外郭外
覚？チェルシー、頼む。ベルクラントで破砕した地上の構成物を天井に吸い上げそれじゃない新たな大地を作る。それが外郭大地の形成だ。別にいいじゃないですか、それを。あ、でもまだこの先もっと壊すってこと。空にツタのように広がっているのは出来かけの外郭そのものじゃよ。それができると地上に光が失われ、寒くなって人が住めなくなると。現在の完成度は約 25%。 まあそんなもんだよね。あと3回ベルクラントが撃たれれば3回、空が外郭で覆い尽くされる計算だ。たった3回でいい。そうなったら私たちのいる地上は完全な闇の世界と化し、あらゆる生命が死に絶える。まあそうなっちゃうよな。そんな、だからそうなる前に食い止めるのだ。地上世界を破滅させてはならん。効率的な破壊方法だな。そうすれば別に地球を破壊せずに生き物だけを相当できるっていう、綺麗に、実に効率的だ。どうすればいいんだ。先の天地戦争で用いた電撃作戦、それを再び敢行する。このラディスローを浮上させダイクロフトに直接横付けするのだ。ダイクロフトっていうのがラスダの名前なのか。ダイクロフト、ダイクってやつ言ったんだけど、シンフォニアにドワーフみたいなやつ、そいつの顔がちょっと思い浮かぶ。あとロフト、大工がロフトに行って300円ぐらいの貯金箱とかコップとかを買ってるイメージ。浮上、ラディスローにはそんな性能があったのですか。そうだ。そしてソーディアンチームを大クロフト内部へ突入させる要は俺たちが飛行竜を使ってやろうとしたことと一緒か。じゃあ飛行竜はもう1000年前の再現だな。1000年前の再現だと。飛行竜では到達しえなかった高度にラディスローなら届くと。まあ、確かに飛行竜ってこう、なんつうの、人間界の所有物だからさ、ちょっと技術的に限界があったのかな。こっちはなんか1000年前の異物で飛んでるからさらにすごいな。その通りだ。よしよし、もう壊すなよ。目標はヒューゴだと、並びに神の目の奪還。今ならまだ間に合う。外郭が完成する前の今ならな。よし、時間との勝負になりそうですね。うん、故に早急に作戦を発動し一気に決着をつけねばならない。しかしその前に世界各地のサブイベントをこなし、それぞれの最強武器を手に入れると。任せてくれ、リオンの仇も必ず取ってやる。さあ、そのことだが。何？まだリオンは生きている。サルティエの反応が消えていないのだ。ん？いや、なんでもない。なんで？気にするな。じゃあ言うなよ。変なやつだろ。本当に変なやつだ。作戦に先駆け、諸君には向かってもらいたい場所がある。第二大陸の北、内湾部にある遺跡。別に生きているぐらいの情報だったら言っても構わんよな。第二大陸の北、内湾部にある遺跡。ここにラディスローを浮上させるための RT と呼ばれる装置がある。 RT、 あ、まだ浮かねえの。まだ手順。それを取ってきてほしい。本当だろ。ニーネの村のすぐ近く。そうなのか、全然覚えがないな。諸君が RT を取りに行っている間、私は情報の分析を続けておく。頼む。どんな状況になろうと対応できるようにするためにな。頼む。僕にも手伝わせてください。お前はレイノルズ。しれっと来たのか。合流しろよ、ここに来る前に。あなたはどうやって来たんだよ、一人で。今回の件は地上の人間全てが共同で当たるべき問題です。僕もセインガルドの代表として作戦への参加を希望します。許可する。あの男、どうやってここへ。私たちの後を追って海流に乗り込んでいたみたいね。一声かけろよ。本当に驚きだ。こんな高度な技術が昔の時代にあったなんて科学者ポジが足りてなかったか。これで大丈夫だな。どうかお願いします。何でもいいからやらせてください。
急にそんなことを言われても厳しいのでは。厳しい。どう厳しいんだよ。時間がない。この男の扱いは私に任せて。この男の扱い。よし。ならば私たちは R キーを取りに行こう。まあ役に立つもんなら何でも使おうぜ。ラディスローからだと南西の方角ですね。遺跡はリーネの近く。リーネの近くにある遺跡まで行き、R キーを手に入れるのだ。ラディスローを浮上させるためにな。リーネか。時間があれば家に寄りたいけど。何言ってんの。今はそれどころじゃないよな。遺跡があるのはラディスローから見て南西の方角だ。湾の奥へ向かえ。我らが目指す遺跡はラディスローの南西方向、はい、リーネ村近くの湾の奥にある。湾ね。海流でしか入ることができんぞ。じゃあ海流は浸かるんだ。二人か。こいつらずっと二人なのか。二人きりで。何？海流を動かすアイテムか。角笛。海の近くで使うと海流が呼べる。こんなんで。こんなんで来るか。失恋して海でトランペット吹いてるやつがいたら間違いで行っちゃいそうだな。帰りなんてな。しんちゃんジョーク。おい、どうした。ねえアトワイト、リオンのことで聞きたいんだけど。えぞ。あいつが最後に言ったことって本当なの。そりゃ嘘は言わんだろう。明確な証拠はないけれど、その可能性は高いと思うわ。彼はあなたの母の名を知っていたし、それにあの状況でわざわざ嘘をつくとは思えない。そうだね。そっか。ルーティ？ああ、ごめん、今行くわ。けどなんでリオンとルーティを兄弟にした。なんで兄弟なんだ。そこから別に何もなんかあんのか。これからなんだその設定は。さて、さっさと頼まれ物を取ってきましょうかね。ああ、 R キーを手に入れてルーティーンのやつ、ラディスローを浮上させるんだ。大丈夫そうだな。ダイクロフトへ乗り込んでリオンの敵を絶対に取ってやる。あ、うん。そうね。いちいち落ち込む、ね、ルーティー、どうした。うん、なんでもない、なんでもない。なんでもない。さあ、ちゃっちゃと行くわよ。いつもの早口。落ち込むときはゆっくり喋ってほしい。落ち込んだときだけゆっくり喋るから、それでわかるって。全身交代、方向転換、アングル変更、帰り降りる。最高速度はカスタムメニューを言う。敵出んの。あ、敵出ねえな。敵出るんだったらわかるよ。ん？何これ。よし、遅っ。これ何。これ何だ。数値が小さい頃速くなるから、ちょっと速くしてくれよ。これでもそんな速くねえぞ。場所をちょっと、あそこだからもうちょい回り込んでいかないといけない。この音楽やめろよ。なんだよこの音楽。海流なんてもう飛行流が手に入れば使わなくなるわけだから。孤島が、初島がある。ちょっと待って、初島がある、花がある。これを持って売ろう。ここ敵出るわけ。どんな敵が出るんだよ。どれ、ちょっと一つ。すまねえ、向こうまで行ってくれ。よし、帰っていいぞ。たったこれだけのために。格闘経験値が2倍になる宝石に変化する。ただし、
ただしなんだ、何でも聞くぞ、そんな効果なんだったら。ただしすげえ弱くなる的な、でもだから防御だな。誰につけようかな。誰につけようかな。てかメンバー変えるか。エリアはボス戦だけでいいや。どうしようかな。チェルシーでも使うか。チェルシーウトロ使うか。ウッチャンあんま使わねえんだよな。これでいこう。この感じでウッドロー、チェルシー、今後はフィリア、これでいってくる。ウッドロー様は私が守ります。うむ、フィリア様俺が守るぜ。お手柔らかにお願いします。こんな感じで、こんな感じでいくぜ。お前雑魚じゃないか。あ、ただの雑魚じゃないか。みんなよくやったな。ちょっとデモンズマテリアルになるものがあるんだったら言ってくれよ、それ先に。テルシーあまりに弱いからお前つけとけ、デモンズ。デモンジーを、はい、弱くなんだろこれで。どうせチェルシー1弱だからね今のところ。ちょっと強くなれ、自分の命は自分で守れるぐらい。デモンズマテリアル欲しいな。こうやってこれでしか行けない場所にあるんだろうな。いいね、近郊のワンに遺跡が。ここでしょ、ワン。あ、これか。あった、確かにあった、あった。隠された神殿、大して隠しても見える。向こうの町から見えるんじゃないかこれ。あります。いや結構敵強そうだな、ここ。ここがアルキーのある遺跡ですか。リーネの近くにこんな場所があるなんて知らなかった。海からでなければ来られないからの。気づかなかったのも無理はないじゃろ。そうでもねえぞ、割と歩いていけるぞ。よし待ってろリオン、必ず仇を取ってやるからな。死んでるのかリオンって。それについてだな、スター。やっぱ生きてるでしょ。なんで言いそびれたんだよさっき。あまり意識しすぎるな。あ、それか。なんだ、生きてるわけじゃないか。あいつを忘れろってのか。そうは言わない。だが今のお前は、あまりにも支援にとらわれすぎている。さすがだディムロス。自分が何のために戦っているか、大義を見失うことがあってはならん。やはりディムロスなんだよな。わかってるよ、ヒューゴを倒して神の目を取り戻すんだろう。その通りだな。大丈夫、忘れたりはしていない。よし、それじゃあみんな出発よ。目指すはアルキー。ルーティー目から元気を出しやがって。ルーティー張り切ってんな。コングマンのこのコミュ力なんだ。お前のその予想外のコミュ力なんだよ、コングマン。すんなり入ってきてるし。マーネー。マリーさん、ルーティーさんをじっと見て。どうかしましたか。なんでわからないんだ。知らないふりをしてるだけなんだろうけど。いや、知らないふりをしてるキャラ。アールキーを入手せよ、任せろ。アールキーは神殿の一番奥にあるはずだ。うさん、急いで取りに行くぞ。アールキーがあればラディスローを浮上させられるんですよね。アールキーめ、やる。リオンの敵を取って神の目も取り戻してやる。また落ち込み要因。何としても落ち込むために出てくる。来て落ち込んでください。交通費込みでギャラは1回で2万円の美味しい仕事。来て落ち込んで帰る。アルキーは神殿の一番奥にあるはずだ。よし、まずい。ウォード、お前はウォードだ。
おだー、こんな姿に。ダニー弱く、衰弱、衰弱になったの。物理に弱い、そうは見えないよ。ルーツで弱くね。え、弱いけど、え、何これ、え、弱、ちょっと待って、弱い、めっちゃ弱くねえか。あ、また出てる。これどう、これじゃいまいち、いまいちだな、これ。なんか一発一発がね、ちょっと強烈が好みだ俺。おいしいな、こいつら。弱い、これ弱いくせに経験値は人並みに持ってやがる。お、もうレベル6まで来たか。もうレベル3まで埋めようかな、ここまで来たんだったら。レベル3まで埋めようかなという気に。まあ、もうちょい稼ぐか。50も払うな。お前意外と成長してねえな。まるで成長してないな。まるで成長していない。お前もレベル6こんなもんかい。バリアブルだけ覚えるか。よし。ていうか、ウッドロの剣は、ウッドロの剣の人格は？イクティロスマイナー、あれ喋る？まだ喋んねえんだな。なんで？なんでこいつだけそんな喋んないの、ずっと。わかんない。俺にはわかんないよ。よし、じゃあちょっと進めるか。行き止まりじゃないか。慌てるな。向こうを見ろ。この遺跡には特別な鍵がないと先に進めない封印が施されているのだ。鍵というのは他でもない、わしらソーディアンのことじゃよ。つまり私たちのうちの誰かをあそこにはめ込めばいいわけ。なるほど。封印は我らをはめ込んでいる間だけ解除される。ということはソーディアンを置いていかなければいけないんですね。え、何それ。ソーディアンだけ残すのは心もとない。マスターも一緒の方がいいな。なんだよそれ。やだなこれ。どうしよう、リューティー残ってもらえないと困るから、まあ、ウッドローということになるな。ヒリア魔法使えるし。ここは私がイクティノスと共に消去法でね。私もお供します。え、何それ、やめろよ。いや、チェルシーはスタン君たちと行きなさい。この先に何があるかわからない、うん、戦力は多い方がいいからね。わかりました、ウッドロー様がそうおっしゃるなら。わかった、ウッドローがそう言うなら。階段っぽい。まず一人。何ですか、いきなり。二人消え、三人消え。いつしか誰もいなくなる。なる、いやー、怖いです。どうで、俺様の階段はなかなかのもんだろ。すげえ、お前は。チェルシーが怖がったのは話でなくお前自身だと思うぞ。ホングマンが明るくしている。マン・オブ・ザ・マッチだな、今回。マン・オブ・ザ・マッチはコングマン。ってのは随分厳重に守られているんだな。不用意に誰かの手に渡ってラディスローを悪用されては困るからな。ラディスロー、俺たちが神の目を封印する時もこれくらいやっておけば。我もそれは考えた、だが今の技術では不可能だったのだ。そうか、そうか。いや、結構長くなりそうだな。まあ、ちょっと進んでやめにしよう、今日は。私が残りますわ。スタンさんたちはどうか先へ。危ない目に遭いそうになったら、俺様のことを呼んでください。これも最初の頃に比べて、だいぶちょっとかっこよく見えるようになってきた、今度は。
ホングマンという人間を知ることに。どこにいようと即座に駆けつけますので。おい、ホングマンめ。わかりました。よろしくお願いします。でも似合わ、お似合いではねえよな、間違いない。似合いではねえよ。これ何なんこのギミックは。ギミックというか、もう最初からこの4人になることはもう決定づけられている。この4人。あ、でももう、もうかい。もうなのかい。ここまでにするか。ここまでにしよっか。多分もうすぐでしょ、これ。そんな長くねえよな。これ何時間やったの。1時間半ぐらいやってんじゃん。あ、1時間ぐらいか。もちろんやってくる。もうすぐ終わるだろうから。ジャス。これがアルキーか。ボスじゃねえの？ここにアルキーがあるのか。そうだ。そうだ。やっぱり。おお、フォースアーマーすげえ。装備したい。装備してえぞ。フォースアーマー、RKを守る鎧戦士。火、水、地、風、それぞれの属性を持つ剣を操る。また剣の力を使い、属性技も使っている。強いかな。待って、弱点もなんもねえな。大した敵じゃないって言われて。うっせえ。動きがうぜえ。動きがうぜえな。回復役がいねえ。回復役がいねえんだ。いいぞ、もう畳みかけろ。でも回復役いねえから、こうやってちょこちょこ。うぜえ。ちょっと効率から行くな、こいつ。そういう感じだ。効率からか。まあそこまで、なんか今までのボスに比べたらだいぶたおやかな感じだよね。作戦 何してる今度。巨大な壁となれ。突っ込めやお前。何鎮座してんの。ピーチゲーム マジとにかくこうコンボレート。とにかくコンボレート。これすげえ、なんか弱ってるやつ専門店だ。弱ってるやつばっかり倒そうとする。いや結構なんか謎の手強さがある。つか回復が、ね、回復できない。まずいこれ回復。いやーこれちょっとやり直してよ。衰弱かこれ。まあなんとなく分かった。その後彼らの行方を知る者は誰もいなかった。まあは？いや、リトライ。なぜリトライをさせない？よし、おい、許さんぞ、お前。おい、コング、お前、またもや。だから、今回は気づいたぞ。とにかく突っ込め。牽制射撃だ。やたらと撃て。そうしろ。もう、とにかく、標的を仕留めろ。もうとにかく全力でいける。これが一番いいんだよ。てか常にそれがいいんだよ。よし、だから手数が全然違うぞ。こいつ手数に弱いから。こうやってこれがいいでしょ。もう落とすな。やばい、切れた。切れたぞ。回復いるかな。ここまでボコボコにしてるんだったら
回復いらねえんじゃない。ですね。デメディーン。で、このチェルシーにこうグミを使わせてたらピーチグミだよ。いいっすね、8000。なんだ5回ぐらいコガハザン使ってる。コガハザン。あ、やっぱこの作戦が合ってるの。あっという間だ。よっしゃよっしゃ。あ、全然弱いわ。こういうことね。マシ。おお、ジャンプ。アイアムチャンピオン。この4人に友情はあるのか。果たしてこの4人に努力友情勝利あるのか。さあ早く歩きよ。分かってる。やたら赤みがかってるメンバー。ルルデン、よし、これがあればラディスローを浮上させられる。ラディスロー、早く皆さんのところに戻りましょう。ウッドロー様が心配です。よし、そうだな。何スタン、ちょっとこっち。何ちょっと何よ、あんたたち。私も聞くわよ。ルーティーと合流する前に言っておきたいことがある。何？ひょっとしてまだ俺らの知らない事情があるの。なんかやたらと落ち込んでるなと思ったルーティ。もし機会があったら彼女を励ましてやってほしい。で、そんだけ励ます。でもあいつ元気そうにしてたじゃないですか。キングオブ鈍感。鈍感っていうか、リオンが言い残したことがもし本当だとしたら鈍感を超えてるよ。そうか、そうか。俺たちが戦おうとしているヒューゴはルーティの。そうなの、親なの。あ、そうなの。あれ養子じゃないんだ、ルーティオンって。多分相当混乱しているはずだ。そう見せないよう努めてはいるが。あ、もうなんかそういうことが。リオンと兄弟ってことは、つまりヒューゴが父親で、その父親が世界を滅ぼそうとしてるっていうか、自分のことも殺そうとしてるわけだから、全く気にせずということか。私もできる限りのことはするが、スタンの方でも協力してほしい。わかりました。よし、では戻るとしよう。マリーさん、最初あんなんだったのに。アルキーも手に入った。もう神殿に用はない。まあ、そんな出し、そんな言わずに、この神殿に併設された喫茶店とかに、ね、寄ってこうじゃないか。コングマンの夢は。このタイミングで夢を聞くわ。なあ、コングマンにも夢ってあるのか。ああ、もちろん言う。永遠のチャンピオン。それが俺様の夢だ。なるほど。なんたって俺様はチャンピオンで、ガキどもの夢でもあるから。間違いねえ、YouTuber になる。無様に負けるわけにはいかねえのさ。立派なんだな。見直したよ。 YouTuber になれ、コングマン。 YouTuber コングマン。とりあえず出るまでやろう。思ったけどね、結構やったわけよ。1時間。